巨人を自由契約になった中田三34の中日遺跡が決定的となった。中日にとって待望の大型補強だが、出場機会を求めてオプトアウト契約を行使して巨人を去った中田を立浪和義監督54は一類のレギュラーで起用すると考えられ、戦力として浮くことになったのがダヤンビシエド34だ。このままでは右のでの起用となるが、 来日8年で国内 FA 権を得て来期から外国人枠を外れるため、球団の内外でトレード説が急浮上してきた。ビシエドは来期外国人枠から外れて日本人扱い。勝負の3年目を迎える立浪流が待望の4番候補の補強に成功した。中田が自由契約となりた球団との交渉が解禁となった、その初日に立浪監督が自ら出馬。 巨人と結んでいた複数年契約、残り2年で推定6億円と同等以上の条件を提示したとみられ、中田も前向きで中日入りがほぼ決定的となった。今季のチーム打率234、得点390、本塁打数71のすべてがリーグワースト。最下位脱出の強化ポイントが頻ダの解消にあった中日からすれば、 今季は怪我もあって死92号、打率点255、15本塁打、37打点に止まったものの、プロ通算303本塁打を誇る中田の加入は大きなプラスだ。このオフには戦力外となったソフトバンクの上林誠二、阪神の山本康弘、板山雄太郎、巨人の中島博之を獲得するなど積極的に動いたが、最後に最高の仕上げをやってのけた。 楽天、巨人、西武などでコーチを務め、来季からイースタンリーグに新規参入するオイシックス新潟アルビレックス BC 監督の橋上秀樹氏も、ここまでは補強というより補充に近かったが、中田の獲得でようやくレギュラーで起用できる補強と呼べるものに成功した。バンテリンドームでは本塁打は期待しにくいが、最低今季の15本は打つでしょう。 私もコーチだった2017年の WBC でも代表だった中田は、当時コーチとして加わっていた立浪監督の打撃理論に耳を傾けていた。その2人の関係性に加え、中田は出場機会を求めて巨人を出たのだから、4番も含めたクリーンナップで使うでしょうね、と評価した。中田は昨年オフに3年契約を結んだが、 今、オフに原辰則監督に代わって新監督に就任した安倍晋之助氏が、一塁岡本和馬、三塁坂本隼人、遊撃角脇誠のコンバート案をぶち上げ、レギュラー構想から外れた。そのままチームにいれば、代打でも2年間の推定年俸3億円が保証されていたが、 中田は出場機会を求めて3年契約を結んだ際に契約に加えていたオプトアウト券を行使し、自由契約となり、他球団でのプレーを決断した。中田は国内の FA 券も持っていたが、B ランクと見られるため人的保障などで移籍の選択肢が狭まることもあり自由契約の道を選び、巨人もその意向に応えた。 これらの行きさつから考えると京城氏の指摘通り立浪監督は間違いなく中田を一類のレギュラーで起用すると見られる。おそらく入団交渉の際に、そういう構想を指揮官の口から聞いたからこそ、中田も入団に前向きな姿勢を示したのだろう。ドラ島にとって喜ばしいニュースだが、一方で、もう一つの問題が発生している。 昨年まで一塁のレギュラーで起用されてきたビシエドが、中田に押し出される形で来季構想から浮くのだ。谷重元信監督時代の2016年に森野正彦、福田長政を一塁で起用して超攻撃的打線を組むために9試合だけレフトを守ったことがあるが、足も肩もない来季で35歳となるビシエドを外野で起用するプランは考えづらい。右の代打でしか出番はないが、 初浪監督は、右の代打の切り札として巨人を戦力外となった中島を獲得している。ここでもビシエドに出番はない。中田が怪我をした場合にも、ドラフト2位で三菱重工イーストの津田博史、ドラフト3位で仙台大の辻元倫太郎の2人を獲得したことで、内野手の層がより厚くなったので石川隆渉を一塁に動かすこともできるし、いくらでも代役はいる。 しかも、ビシエドは来季が複数年契約の最終年で推定年俸が3億5000万円と高い。2番手の右の代だが、この年俸では、球団の経営上、あまりにも費用対効果が悪い。加えて、今季の成績は、91試合に出場し、打率点244、6本塁打、23打点、得点圏打率、205と、 来日8年目にしてすべてがワーストの数字。立浪監督はキャンプでビシエドに対して今もビシエドの突っ込む悪い癖が治らないじゃないですか。本人もわかっているができない。相手バッテリーはピンチでビシエドを迎えてもインコースにさえ投げることさえできれば打ち取れるんです。データに出ています。わかっている結果をベンチから見ている我々も辛いですよ。 今年は勝てる選手を使います。給料とか実績とかは関係ない、と厳しく評価していた。実際、今季はスタメンどころかファームにも二度落とした。シーズン中には、衰えていることに気づかないと、との苦言も呈した。そこでチーム内外で急浮上しているのがビシエドのトレード説だ。 幸いにも8年間のプレーを終えて国内 FA 権を得たビシエドは来期日本人扱いとなって外国人枠から外れ他球団に移籍する場合の障害が一つクリアされている。教城氏も中日にすればもう使うところのないビシエドで何とか商売をしたいでしょうね。でも年俸がネックだし簡単ではないと思います。中日がある程度 肩代わりするなどの策を講じることも必要でしょう、という見方をしている。実際、球団の中でもビシエドのトレード放出が検討されているという。ただ、教授氏が指摘するように3億5000万円の年俸がネック。トレードされても、その契約は遂行されなければならないため、中日がいくらかを肩代わりをしなければ成立は難しいだろう。 しかも、今季の本塁打王であるロッテのグレゴリー・ポランコが、リリースされて自由契約となったため、資本力があって打線強化をテーマするチームは、まずポランコに目を向けるかもしれない。ただ繰り返すが、ビシエドが日本人扱いとなるのは、プラス材料。年俸の負担が少なくて済むのであれば、トレードに乗ってくるチームが出てくる可能性も否定できない。 ビシエドの交換で中継ぎを補強できれば申し分はないのだが、オフの台風の目となっている立浪流の動きにまだまだ目が離せない。